ことか。何してんだ、早くドア閉めろよ。くそー、全然来ねえ。なんでいつも、どうなってんだよ。さあもう一勝負、皆さん張った張った、張り切ってどうぞ。さあ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 。おい康介、さっきから負けっぱなしじゃねえか。今日はそろそろ終わりか。いやいや全然、まだまだこっからっすよ。景気いいな。どっからそんなに金が湧いてくんだよ。いや最近ちょっと太いしのぎ始めたもんで、大きな声じゃ言えないっすけど。また女絡みのか。声が大きいですって。生言いやがって。海藤さん、こっちは例のビルを出た。康介君は散々負けてオケラだ。ざまねえね。じゃあそろそろどうだ、タボ。もう様子見はいいだろう。直で康介当たってみようや。ああ、俺もそう思ってたとこ。よし、なら車もそっちに回す。お仕置きタイムだ。あーちょっとお兄さん、落とし物。あ、落としたって何をです。何をって、まあいろいろあるんじゃない。両親とか罪悪感とか、どっかに落としてきちゃったでしょ。あ、なんだよてめえ。最近罠にはめた女の子がいるよな。ぼったくり店とつるんで120万の会計を追っかぶせた。何の話か分からねえけど。どの話か分かんないぐらい何人も騙してる。誰だお前。こっちはバックに登場会がついてんだ。それでも因縁つける気か。登場会って、あのヤクザの。ビビりやがって。もっと相手見て喧嘩売れ。登場会ならもうとっくに解散したろ。そんな名前出してビビらせよってのはちょっとどうかな。あんなてめえやんのかこら。やめといた方がいいと思うよ。さっきのパンチで大体分かっちゃったから。ふざけんな。さっきは手加減してやったんだ。本気出したら瞬殺だぞ。後悔してもせえ。お前待って、知らねえぞ。分かったよ。じゃあこっからは本気なんだな。騙しやがって。こっちも週一でジム通ってんだ。なめんじゃねえぞ。どうなっても知らねえからな。
ああ、吉郎さん、こっちこっち、頼んます。何してんだ、コウスケ。なんか揉めてんのか。こいつが、変な言いがかりつけてきたんすよ。あんた何なの。こいつはさ、うちの大事な客なんだよ。大事な客か。式の間のでしょ。なんだと。おい、そいつは俺の知らねえやつが知ってちゃいけない言葉だぜ。どこで聞いた。あんたらに用はないんだけどな。ムカつく野郎だ。やっちまうぞこら。やってやろうじゃねえの。ついてくんな。待て。なんだよ、コウスケ君。もう終わり。お前に呆れるな、タボ。弁護士のくせに結局手出して済ましちまう。弁護士？嘘つけ、どこがだよ。ヤバミさんって探偵じゃなかったんですか。本業は探偵だよ。弁護士はまあ
今も一応資格を持ってるってだけでさ。じゃあもしかして源田法律事務所の？そう、前はあそこで弁護士やってたんだ。で今は探偵向きの仕事を回してもらってる。今日みたいに。そういうことだったんですね。わかったか、康介くん。うっせえ。じゃあこれからじっくりと話聞かせてもらおうかな。あ？おう、車回してきてるぜ。仲良くやろうな、康介。ちょっとマジかよあんたら、こんなのやめてくれよ。なんか誤解してるって。コウスケ君、ねえ聞いてくれ。ユウコちゃん、俺何にもしてないからさ。てか何なのこの人たち。ユウコって誰？私ケイコだよ。え、あれ嘘でしょ。もう信じらんない。コウスケ君さ、ケイコさんにかかってる店の請求、あれチャラにしてもらいたいんだけど。そんなの俺に言われても。あと彼女がこれまでに払ってきた80万も返してもらう。そこにうちへの依頼料も乗っけてさ。はぁ、バカ言ってんじゃねえ。ふざけすぎだろ。おら、女の子騙して風俗に送ってるやつが人にふざけてるとかどの口で言ってんの。ふん、よく言ったぞタボ。あ、俺のスマホ。ぼったくり店の番号出してくれる？え、花から店ともグルなんだろ。バレバレなんだよ。知らねえってそんなの。そんなんでごまかせると思ってんのか。お前俺らが誰か分かってねえだろ。だ、誰なんだよ。うん、カムロ町の八神探偵事務所だ。それって何？いやだから八神探偵事務所だよ。お前名前くらい知ってんだろ。さあ嘘つけこの野郎、何とぼけてやがんだ。もうやめようか海藤さん、うちもまだまだだよ。そうか。あんたら悪いことは言わねえ。店に金返せなんてやめとけ。あそこの店長は東商会の寿司もんなんだよ。だからどうした。ちなみに俺も昔は東商会の人間だ。もう本家が解散しちまったのに何が東商会だよ。だから解散するまで東商会にいた人なんだって。ならただの元ヤクザじゃねえか。未練たらしく大門ちらつかせやがって。元でも相手はヤクザなんですよね。大丈夫なんですか？もちろん、うちはそっち系に強いのが売りですから。でどれがその店長の番号なの？でもさっさと済ませた方がいいよ。こっちの元登場会も怒らせたらマジでヤバいから。なんなら試してみるか。え、コウスケ。ええ、店長今は店ですか？まあな。どうした、新しいカモでも見つけたか？お前最近いい調子だもんな。 いえそんな。違うのか。じゃあ例の稽古って子はどうしてる？あれはどこで売っても稼げるぞ。いい具合にビビらせて逃げねえようにうまく囲っとけ。最悪。でも店長、あの子がもし金を用意してきたらその時はどうするんです？ああ、そんなの決まってんだろ。まず持ってきた分はきっちりいただく。で延滞料が足りねえとか適当な理由つけてそのまま風俗へ直行だ。なるほどな。お前
なんかいつもと声違わねえか。お、さすがよく気がついたね。何？誰だってめえ。この声よく覚えときな。後でそっちに行くからさ。恵子さんが払った金全部返してもらいにね。うわぁ、これ超やべえって。気の毒だけど、やっぱ康介くんは最初からグル。恵子さんがいくら払っても結局は風俗で働かされる、そういう計画だったんだ。あの恵子さん、初めは確かに仕事でした。でも今は本当に君のことを。あ、もう黙れってお前。ひとまず恵子さんには源田先生のとこにいてもらう。あそこなら安全だから。はい。一緒にぼったくり店連れてくわけにもいかねえしな。こっからは殴り込みだ。殴り込みってお二人がヤクザの店に？今んとこそうなる可能性が一番高い。行こうか恵子さん、源田先生の事務所すぐそこだ。源田法律事務所は弁護士だった頃の俺の古巣。所長の源田先生は親ともいえる存在の人で、神室町の住人にも長いこと頼りにされている。源田先生、あれ、お一人ですか？うん、沙織君たちは今裁判所に行ってる。よく働いてくれるよ、あの二人は。お邪魔します。ああ、この間のあの件、ぼったくりの。ああ、どうです、八神の仕事ぶりは。どんな案件でも全力投球するのがこいつの取り柄なんですよ。ええ、本当にとても助かってます。源田先生、少しの間ここに恵子さんいさせてもらっていいですか？おお、別に構わねえよ。ちょうど暇してたとこなんだ。珍しいですね、源田先生が一人で留守番なんて。なんかでかい案件でも入ってるんですか？ああ、まあある意味じゃでかい案件だ。沙織君と星野君、二人がかりで担当してもらってる。もしかして殺しの弁護とか？いや、迷惑防止条例違反。ん？それって痴漢ってことですよね？ああ、2ヶ月ぐらい前にあったやつだ。駅のホームで
逃げた痴漢が通行人たちに取り押さえられた。しかもそれが警官だったってんだから世も末よ、テレビで何でも流れてたろ。世間の注目度ってそういう意味じゃでかい山だよ。ああ、そういえばありましたね、ネットで炎上してたやつ。確か通勤ラッシュの電車も止めちゃって。ひどかったですよね、警察官のくせに。今日その判決が出るんだが、まあいい結果じゃねえだろうな。無理だっつってんのに被告人が記憶にねえの一点張りでよ。成分とか調べりゃすぐに分かんないよ、バカ野郎。やめろ、おい、何撮ってんだ、ふざけんなよ、この野郎。もう少し姿勢を正した方が。ふん。その態度でいいことは一つもないです。今さら、どうせもう判決は決まってるんでしょうが。そういう問題じゃなくて、ただでさえあれなのに本当印象悪いですよ。印象が悪いか。じゃあ裁判長も有罪だと言い渡しやすいですね、きっと。やけになってどうするんですか、まだ決まったわけじゃ。決まりですよ、有罪でそれはつまり全ての準備が整ったということだよ。え、さてここからが本番だ。ご起立ください。ま、今日は判決聞かされるだけだ。だから沙織君一人でいいんだけどよ。星野君が僕も行きますって聞かねえもんだから。沙織さんの役に立ちたいっていうか、少しでもいいとこ見せたいんでしょうね。でも沙織君にフォローのいる場面なんてまずねえだろう現実は厳しいな。ところで現役警官の弁護ってなんでここで受けることになったんです？おお、最初はよその弁護士が担当するはずだったんだ。カムロ署の御用達って先生がな。まあその時素直に罪を認めてりゃ依願退職と示談で不起訴になったかもしれん。不起訴？無罪ってことですか？まあ釈放はされちゃうね。今の話だと警察の首とセットみたいだけど。ああ、ところがだ、その警官は無実を主張するって聞かなかったんだよ。証拠揃ってんのにな。結果カムロ署御用達の先生はサジを投げ、まあ、その時たまたま当番弁護士だった沙織君へとお鉢が回ってきたんだ。そういうことでしたか。興味あんのか。いや、少し待ってりゃ二人とも帰ってくると思うぞ。いえ、俺はまだ仕事がありますから。そろそろまた新しい依頼いただけるんならいつでも。相変わらずの貧乏性か。少しのんびりしちゃどうだい仕事が趣味を兼ねてるんです。好きでやってることですよ。全く聞きゃしねえな。じゃあ
恵子さんのことお願いします。外に海藤さん待たせてるもんで。よう、そんじゃ行くか、タボ。一軒、町のぼったくり店をお掃除しにな。うん、行こう。よっしゃ、そう来なくっちゃな。ここだな。お前がケイコちゃん連れ込んだぼったくり店は。そうだよ。だから俺はもうここまでで勘弁してよ。何勝手なこと言ってんだ。店長とご対面するまで付き合ってもらうぜ。冗談じゃねえ。店長に会ったら俺その場で殺されるって。俺だけじゃねえ、あんたらもだぞ。へえ、そんなに怖いの、その店長。そうだよ、手下もいっぱいいる。どの道女を食い物にするクズだ。きっちり懲らしめてやろうじゃねえか。ああ、杉浦からだ。ああ、なんだよ、このタイミングでか。すっごけんな、ったく。いや、久しぶりだな。そうだね、話すのは半年ぶりくらい。元気だった？ああ、あのね、ちょっと聞いてほしいんだけどさ、八神さん。実は僕、この間からつくもくんと新しく探偵事務所を立ち上げたんだよね。ん？おい、ちょっと待った。なんだって？探偵になったってことか、お前が。そう、横浜でね。一応八神さんに遠慮してカムロ町は避けたわけ。なあ、話がいろいろ急だし。それにつくもくんとって、あのつくも？他にどのつくもくんがいるの？ハッカーの技術なんて探偵にうってつけじゃん。それにあの人、なんか波長が合うんだよね。おい、早くしろよ、タボ。で、今度ちょっと手間のかかる依頼が来ててさ、先輩方にぜひ手伝ってもらえないかなと思って。どう？悪い、その話急ぐか。俺らこれから勝ち込みなんだ。勝ち込み？何それ。終わったら後で話すよ。え、何なの、教えてよ。お待たせ。じゃあいいな、行くぞ、タボ。コウスケ、どういうことかまず説明しろや。店長、いえ、あの浜田恵子さんからぼったくりに脅され困ってると、そういう相談があってね。てめえ、その声、さっき電話で話したやろうか。八神探偵事務所だ。ん？探偵で八神って、お前あれか、昔松金の組長が面倒見てたっていう。ほら見ろな、カムロ町でうちの名前知らねえなんざもぐりよ。はあ、ちなみに俺はその松金組にいた海藤って言うんだ。お前も話には聞いてる、有名だよな。まあそうかな。松金の海藤といえ、おつむの弱さで知られてる。笠寺に組の金取られて破門されたって話。みんな知ってるぜ。カス野郎、何にも知らねえくせに。あれはな。まあまあ、ほっときなって。クソかい。それより今日は
恵子さんの金を返してもらいに来たんだ。そこにうちの手間賃も乗っけてもらうよ。こっちも仕事だからさ。そうかよ、やってみな。こっちは組抜けてからの方が場数踏んでるくらいだぜ。わざわざ極道なんて窮屈な看板しょってバカだったよ。この店の自慢はな、防音に金がかかってるとこだ。つまりここで何が起きようが誰にも分かりゃしねえ。最高だろ。いいね。じゃあこっちも好きなだけ暴れられるじゃん。ああ、いいこと聞いたな。じゃあ追っ始めると。あれ、あ、ちょっと待った。矢上氏、お久しぶりですな。先ほど杉浦氏からも電話があったと思うのですが。ああ、つくも。今はちょっとタイミングが。やっぱり忙しかったんですね。杉浦氏から矢上氏にガチャ切りされたと聞きまして。何か気を悪くされたのですか。僕はもう心配で心配で。ここは一つ改めてお詫びを申し上げさせていただきたいと。いや、そんなのいいって。そうはいきません。今や杉浦氏と僕は同じ探偵事務所で働く同僚です。同僚のミスは僕のミス。それが社会人の礼儀、人間としての常識。わかった。じゃあ後で聞くから。後でというとこちらからかけ直すべきでしょうか。だとするとおよそ何分後にかければよいか。で、どこまで話したっけ。ふざけやがって。そりゃねえだろう、ターボ。てめえらぶっ殺してやる。矢上さん、海藤さん、本当にお世話になりました。ありがとうございました。いやー、よかったね。これまで払わされた分全部戻ってきたって。そうなんです。本当になんてお礼を言ったらいいか。いいってことよ。ついでに俺らの手間賃もきっちり吐き出させてやったしな。そうでしたね。は？いや、冗談ですって。冗談。で、ぼったくりの連中は結局どうなった。連中は町を出ていくみたいっすね。店を潰されちゃさすがにもう食っていけないでしょうから。康介の野郎も大学にチクっといたから、晴れてコースアウトってわけで一件落着です。でも怖いですね、神室町。いい勉強になりました。そっか。ええ、これからリアルで会うときは自分で店を選ぶことにしますね。もちろんマッチングアプリも別のにします。そこが反省ポイントかよ、恵子ちゃんな。そもそもネットで出会うのがどうなんだって話じゃねえのかい。なんでですか。ネットで知り合って幸せな人たちもいっぱいいますよ。そういうこと、今時は当たり前なんだって。ああ、そんなこと言ってっと
事態に置いてかれるぞ。へいへい、せいぜい気をつけます。そういえば沙織さんたちまだ戻ってこないんですね。そうだな、もうとっくに裁判終わってるだろうに。二人でどっかしけ込んだか。甘いな、まだどうにもなってねえよ。あの二人は近くで見てりゃわかる。それも年の功ですかい。おう、俺はお前らよりよっぽどバカず踏んでんだ。松金のおやっさんと一緒に。ああそうだったな、松金はヤクザ、俺は弁護士。裏と表って別の世界の人間だったが、この神室町で精一杯生き抜いてきた、いわば戦友だ。お前らもたまには墓参りに行ってやれ。ええ、言われるまでもねえす。じゃあ俺らももう行きます。そうか、お邪魔しました。沙織さんたちとはまた今度。ご起立ください。では判決を言い渡します。主文、被告人江原明弘を懲役6月に処す。まさか実刑判決なんて、初犯なのに執行猶予もなしですか。ええ、本人があの態度ですもんね。ただ否認するだけで大した主張もないんだから。これから判決の理由を述べますので、被告人は座ってください。ん？立ったままで聞きますか。裁判長、3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきたはずです。もう身元は分かりましたか。はあ、何を急に。何の話ですか。分かりませんまだでしょうね。ではどうか神奈川県警に知らせてあげてください。その死体の主は三越場博と言います。彼は4年前、私の息子を自殺に追いやった万死に値する人間です。それが何の罪にも問われず、ずっと能々としていたんですから。法なんてものは全くの役立たずだ。静粛に。被告人は勝手な発言をしないように。あの弁護人、これはどういうことですか。これはその、あの、いやー、今日は久々に仕事したな俺ら。ひとまず事務所に戻るか。ああ、そうしたら杉浦たちにも電話だ。なんか仕事があるみたいなこと言ってたし。へえ、杉浦が横浜でつくもと探偵事務所立ち上げたんだってさ。ああ、なんだそりゃ。マジかよ。だよ、あのクソゲークリアできるかっての無理ゲーすぎだよな。クソ、マジで腹立つぜ。誰でもいいから殴りてえ気分だ。ウサバラシに適当なやつ見つけてやっちまう。
それもそうだな。ここが八神探偵事務所。所長は俺で、助手は元ヤクザの海藤さんが一人。この不景気に何年も続けて立派と言いたいとこだけど、主にはさっきの源田先生からの仕事で食いつないでるって感じだ。意外にハイテクも駆使する。まあでもうちの基本はだいたい体を張って、たまに頭も使うスタイルだ。まずは一服しようや。杉浦にも電話するんだったろ。ああそうだった。まさかあいつが同業者になるなんてな。俺らの背中に憧れたんだろうよ。もう用事は済んだの、八神さん。さっきは悪かったよ。今は大丈夫。なんか仕事があるとか言ってた。そうそう、八神さん、横浜はいいよ。結構探偵の出番が多くてさ。しかも今回の案件はね、うまくするとこれから似たような仕事がバンバン入ってきそうなの。うん？なんかやばい話じゃないだろうな。八神さんにそんな話しないって。あれ、もしかして僕信用ない？そんなことないけど。ならよかった。じゃあ仕事の内容は会ってからのお楽しみね。わかった。仕事はいつから？明日こっちまで来てくれたらすぐにでも。うちの事務所は偉人町に横浜99課って看板出してる。あ、でも八神さん予定空いてる？予定ね、ちょっと調べてみる。予定も何もねえだろ。今日のだって久々の依頼だったんだからよ。そんな風に言ったら安く見られるでしょ。なるほど、駆け出しに仕事恵まれたとあっちゃカッコつかねえか。お待たせ。なんとかやりくりできたよ。お忙しいところすみませんね。じゃあ明日海藤さんも来るでしょ。ああ楽しみにしてるよ。よろしく。何の仕事かは行ってからのお楽しみだってさ。あの野郎、もったいぶりやがって。横浜か。俺あんまり行ったことないんだよね。俺もだ。ま、最近のカムロ町は案外平和だし、たまには見聞を広めよっか。
つか誰かに切り取られた。